到着したのはビルバオの中心部から東におよそ100キロアスティガラガという町。一気に風景変わりましたね。のどかだね。めちゃくちゃの牛いますからね。牛がいるね。なんか牛も綺麗な感じがするよ。石原さん、何のためにこののどかな町までやってきたのでしょうか。あ、すごい人いっぱいいる。すっごい人だね。いらっしゃいませ。人気のレストランのようですが、石原さんの目的はお店の奥に。あ、わあ、たる。全部リンゴで作るサガルドというお酒だよ。バスク地方は昔からリンゴの果汁を発酵させて作るお酒サガルドが有名で、ここアスティガラガは人口およそ6000人の町に24軒もの醸造所が存在しているんです。ちなみにこちらのように醸造所にレストランが併設されているのがオーソドックスなスタイルなのだそう。じゃあ早速サガルドを飲んでみるかい。チョッチという掛け声を合図にサガルドを注ぐからしっかり受け止めてくれよ。チョッチ。おお、すごい泡だった。トッパ。トッパ。トッパ。すごい。すっきり。おいしい。なんかもっと甘いのかと思ってました。サガルド用のリンゴを使っていて酸味と渋みがあるのが特徴なんだ。ちなみになんでこういう注ぎ方するんですか。もともと微炭酸なんだけど、こうやって注いで泡立たせることで味がまろやかになるんだ。確かに私これやりたい。あ、これダメです。やろうよ。チョッチしていいですか。チョッチ、チョッチ。これやっていいの。好奇心旺盛の石原さん、スタッフが受け止めることに。ここは大丈夫ですか。チョッチ、チョッチ。ちょっとこう分かんない。チョッチ。あ、いい感じ、いい感じ。楽しい。行きましょう、行きましょう。びしゃびしゃな。手がびちゃびちゃ。おすごい、いい香り。サガルドと抜群に相性が良いと地元の方々に親しまれているのがジュレタと呼ばれるエルボーンステーキ。炭火で焼いた牛の背中の肉を塩だけで味付けした一品です。めちゃくちゃ美味しい。柔らかいし香ばしいし、でもお肉の味がねすごい染み込んでる感じ。ジュレタを食べてはサガルドを飲み、なくなったらまたチョッチしに行くのがツーの楽しみ方なんだとか。チョッチしに行きますか。今チョッチって言わなかった。チョッチだよね。チョッチしに行く。チョッチ。びしょびしょ楽しい。